今回は GCAP について見ていきたいと思うよ。日本、イギリス、イタリアが協力して作り上げた脅威の機体。その姿をファンボロー国際航空ショーで初披露された映像とともにチェックしていこうぜ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。エンジン開発の進捗状況だけど、イギリスのロールスロイスと日本の IHI が開発を進め、日本円約303億円の予算で実証機製作が行われているよ。防衛省は航空自衛隊の F2 戦闘機後継機として日本、イギリス、イタリアの3カ国による、グローバル戦闘航空プログラムグローバルコンバットエアープログラム GCAP で開発を進めているんだけど、そのフルスケールコンセプトモデルが、2024年7月にイギリスで開催されたファンボロー国際航空ショーで、イギリス側の開発担当企業 BAE Systems によって公開され、話題を集めたね。BAE Systems の将来戦闘機システム事業部のジョン・ストッカー氏は3カ国での共同開発を嬉しく思う。2022年12月に3カ国共同での開発が発表されてから約20ヶ月経過したが、その間の3国の政府間及び企業間の調整はうまくいっていると発言。その上で企業間の協業に関しては、まずは機体デザインが進んでいる。その結果、ファンボロー航空ショーでは、各国政府からの要求を反映したフルスケールモデルの公開ができたとして、今回のコンセプトモデルは各国からの要望をある程度は反映しているものの、最終形状ではないとしたぜ。また BAE Systems と三菱重工にイタリアのレオナルドが主導する形で、GCAP に参画する他の企業との協業も順調に進んでおり、次の目標は2025年に機体全体の設計を進める段階、2035年には収益させて運用開始を目指すのが前提。すでに共同開発発表後の約20ヶ月の間に2025年以降の計画が立てられているとも説明しているらしい。さらにエンジン開発についても言及し、 GCAP のジェットエンジン開発は機体と表裏一体に統合され開発されるべきシステム。開発の契約主体である BAE Systems、三菱重工業、レオナルドの3社が連絡を密にしながら管理する必要がある。そのために3社の間で開発スケジュールについては綿密に調整しているとも述べたな。エンジン開発の進捗状況については現在デモンストレーションの段階に移っているものの、現時点では機体の開発に合わせてエンジン開発が進められているとしか話せないが、関連企業間の調整はうまく進んでいるとして、機体開発と同様に順調であると強調したね。この GCAP に搭載されるエンジンについては、イギリスのロールスロイスと日本の IHI が中心になって実証機の開発が進められているよ。ロールスロイスの公式サイトでは本エンジン実証プログラムは、日本、イギリス両国が将来必要とする戦闘機を開発するための重要な一歩。将来的には両国における数百名の雇用創出につながる可能性がある。エンジン実証機の共同開発は2024年初頭からの開始を予定しており、イギリス政府は開発計画に3000万ポンド約45億円の初期投資を行い、とりあえず2億ポンド約303億円の予算で実物大の実証機の開発を行っているとし、同社防衛部門の事業開発フュージョンプログラム担当エグゼクティブバイスプレジデントであるアレクサンダー・ジノは、2国の航空産業関連業界からなるチームは、それぞれの次期戦闘機の要求を満たせるよう、技術を互いに補完し合う、よりクリーンかつ強力な推進力を持つ共同エンジンの実証プログラムは、世界最高の戦闘航空能力を結集する機体に満ちた素敵な機会であり、さらには防衛航空宇宙産業の将来を支える重要な技術の開発を可能にするものであると発言したね。その上でロールスロイスは日本とのパートナーシップには長い歴史があり、1960年代から技術、エンジニアリング、サプライチェーン関係を発展させてきたとして、川崎重工業、三菱重工業、IHI、住友精密工業などとのリスク収益分担パートナー RRSP 提携をしていると明記しており、このエンジン実証機開発プログラムに従事する日本人は5000人以上いると明らかにしているぜ。GCAP における開発コンセプト以前から日本の次期戦闘機開発のコンセプトとして挙げられていたものに、
2010年8月、防衛省が将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンというタイトルで公表したビジョンがあり、その中に将来戦闘機のコンセプトモデルとして I-3 ファイターが提唱され、20年後の2030年頃までに実現させるものが列記され H クラウドシューティング2次世代ハイパワーレーダー、3敵を凌駕するステルス性能4次世代ハイパワースリムエンジンを電子戦に強いフライバイライトなどが挙げられていたんだ。また30から40年後となる2040年から2050年頃に実現させるものとしては、将来アセットとのクラウド、ライトスピードウェポンが挙げられていたよ。このうちの次世代ハイパワースリムエンジンについては IHI が開発を進め、2018年6月に防衛省技術研究本部現在の防衛装備庁に、ジェットエンジン開発製造において同社が新たに開発したターボファンエンジン XF9 の実証機が納入されているね。納入された XF9 は、コアエンジンにファンと低圧タービン、アフターバーナーなどが付加されていて実機に搭載可能な状態と言われていて、当時防衛装備庁が発表したところによると、エンジン本体の全長は約 4.8 メートル、空気取り入れ口の直径は約1メートルとかなりスリムで、その推力は試験だがアフターバーナー作動時の最大推力が15トン以上を発揮したとされ、アフターバーナー非作動時でも推力11トン以上という高性能なエンジンとされたぜ。数値だけを見ても、アメリカ空軍の現時点での主力制空戦闘機である第5世代ステルス戦闘機、F-22 ラプターに搭載されているプラット&ホイットニー社製の F-119 エンジンが、全長 5.16 メートル、空気取り入れ口の直径 1.168 メートル、最大推力が 15.9 トンと推測されていることから判断しても、ハイパワーかつスリムでコンパクトなエンジンということがわかるな。XF9 は防衛装備庁千歳試験場の地上燃焼試験設備で2020年7月まで運転試験が実施され、2019年4月10日には最大推力確認試験の様子が動画で公開され、その性能が確認されたということだよ。また XF9 には、スタータとジェネレータ発電機を一体化した新開発の小スペース型スタータジェネレータが搭載されていて、180kW という高い発電容量を持ち、大電力を消費する高性能センサーや可機関性の使用、様々なプラットフォームとの情報連携や電子戦への対応など、大きな電力消費が予想される将来の戦闘機に対応していると見られているね。前述のストッカー氏の言うデモンストレーションを実施しているエンジンが XF9 なのかは定かではないものの、防衛装備庁の発表内容が事実なら、ロールスロイス側が XF9 の性能を認めた上で、それを土台にしたエンジン開発が進められているのは十分に考えられ、つまり、2035年までに完成させ配備するという当初計画が現実味を帯びてくるというわけだね。また、BAE システムズが発表した機体のコンセプトモデルでは、これまでの三菱重工業による次期戦闘機や、BAE システムズのテンペストのイメージとは違って、主翼が三角形のデルタ翼になっていたことが注目されたぜ。面積が大きいデルタ翼にして、翼内の燃料タンクを大型化させて航続距離を稼ぐと同時に、主翼が広がったことで揚力が増えるのでミサイルなどのペイロードの増強を図ったのではないかと推測する向きもあるらしい。その真偽はいずれわかるだろうね。今回、BAE システムズがコンセプトモデルを公表したことで、政権交代したイギリスが GCAP を離脱するのではとの噂が立ったけど、現時点では順調に推移していると確認されたから、この次の動きが注目されるところだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。